奈良県柏下尻に所在し、小中高一貫教育を行う私立小学校、中学校、高等学校。宗教法人、弁天衆が設立、運営する3番目の学校であり、智弁学園中学校、高等学校、智弁学園和歌山小学校、中学校、高等学校とは、見学の精神、教育システムを同じくしている。 医学部など難関大学に進学できる学力をつける、小中高一貫教育の私立学校として2004年、設立。学校法人智弁学園が設立、運営する3番目の学校である。小学部からの小中高一貫教育のほかに、中学部から中高一貫教育、高等部からの編入コースがある。学校法人智弁学園が運営する他校と同じく60分。 授業。文系、理系ともに、能力別クラス編成を実施している。智弁学園中学校、高等学校及び、智弁学園和歌山小学校、中学校、高等学校とは、兄弟校である。二つの兄弟校が名を高めるきっかけになった、公式野球部は存在しない。心身ともに健康で、使命感を持つ、誠実、明朗な人間の育成。 不屈の精神を持って、使命のために努力し、充実した、生活のできる人間の育成。自己を確立しつつ、社会性豊かな人間の育成。この世に生を受けた幸福を知る人間の育成。毎朝8時50分に、校内随所で、ベザイ店のご神言である、オンソラそばテイエイソアカ、と、弁天衆のお宝号である、ナムチ弁尊女が放送され、生徒、 職員は立ち止まって合唱し、昭和する。小学部は小、小五六の各四クラスで決議して選ばれた代表委員で、児童会を構成する。また、中学部、高等部では中、中一高二の各クラスで決議して選ばれた学校委員で、生徒会を構成する。児童会、生徒会は、登校中の生徒に対して挨拶をする、挨拶運動や、 1> 年一回の文化発表会の運営に携わるなど、積極的に活動をしている。中学部、高等部では、各定期交差の最終日に、清掃法師として、通学に利用している。近鉄関屋駅、上野大使駅、高井田駅を清掃している。2019年度、2017年度に、全国高等学校駅伝競争大会の、常連出場校であった。 智弁学園高校の陸上競技部が奈良カレッジ高等部へ移動。同年12月24日開催の全国高校駅伝大会へ男女アベックで共に初出場を果たした。また2018年もアベック出場し、ありがとうございます。